こんにちは。あの、ジャネーの法則ってのがあるそうなんですよね。これは私が大学生の時に学んだあ講義の中にあったんですけども、ジャネーの法則って何かっていうとね、時間の感じ方ってのは、年を取れば取るほどすごく早く感じますよってことなんですよ。で、これは若い人ほど、この時間、例えば1年なら1年が長く感じるってことなんですよね。で、これは科学的に証明が可能なんですよ。 で、時間の概念ってのはおよそ主観的なものであってそれを共通認識とする上で時計ってものが発明されて時間ってものができたんですけども時間っていうのは個人個人にとって相対的な感じ方があるんですよねそれを法則にしたのがジャネの法則なんですねか分かりやすく言うと5歳の人にとっては1年っていうのは5分の1なんですよねだから5分の1ですから全体を100とした時に20の意味を持つんですよ これ分かりますかねまあ分かると思いますけども。<laughs> じゃあ今度50歳の人。50歳の人からすると1年って生涯の5分50分の1しかないんですよ。だからあっという間に時間が過ぎるっていうのは5分の1の大きさと50分の1の大きさ。どっちがより小さい相対関係になるかっていうと50分の1の方が小さい関係になりますよね。だから時間が早く感じる。同じ1年でも短く感じるのは50歳の人っていうことになります。 だから、生きてる時間が長ければ長いほど、相対的に1日とか1年っていうのは短く感じるのは、こういうふうな法則でもちゃんと裏付けを取ることが科学的にできるわけなんですよね。そうなると、1万年とか10万年暮らしてる方がもしいるとしたらね、1年っていうのは本当にあっという間なんだと思いますよね。なんせ1万年生きてる人にとってみたら、1年っていうのは人生の1万分の1ですから。ですんで、 私たちで言うと、一日のうちの1秒とか10秒を感じるようなもんなんでしょうね。ちょっとふっと息を止めて、あーってやったら過ぎるみたいなな1年っていう感覚だそうです。だから1年2年の遅れなんで、いつでも取り戻せるやっていうのは、1万年暮らしてる人からすると本当にそうなんだと思いますし、1年2年を無駄だと感じないんですよね。でも、寿命があと3年ですよって言われた人に対してみたら、1年ってものすごく長いものに感じれるんですよね。だから、 未来にわたる寿命が分かりにくいんで何とも言えませんけどもこれからね余命ってものがはっきりすると残り時間の自分の貴重さっていうのがさらに重みを増してゆっくりと動いているように感じるということもできるそうなんですよでそういうふうに生きていかなくちゃいけないですけどねまあジャネイの法則っていうのはねこういうふうに書いてます簡単に言えば生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢に反比例すると主張したものである例えば 50歳の人間にとって1年の長さは人生の50分の1に過ぎないが5歳の人間にとっては5分の1にも相当するということなんですよね。まあ、私が言いたいことを全部言ってくれたなってとこですけども、まあ、こういうふうに時間の感じ方って年齢を重ねれば重ねるほど本当に加速的に増してくるのと年齢を重ねると責任や義務というのはついてもあるので自分のやりたいことしたいことにかなり稼いがかかるんですよね。それは物理的な残り時間も少ないしやろうとしても。 社会的な責任とか見た目とか人間関係においてやりたいというモチベーションが起きなくなってくるってこともあります。まあ、例えば私がね国会議員になりたいなと思っても、能力的にももしかしたら制限があるかもしれませんけども、周りの人がね。それを嫌がるというところもあって、やめとこうかっていうことになるんですよ。でもこれが例えばね。3歳、5歳で国会議員になりたいって言ったら多分。 あの止める人はいないしその環境を整備するために早めにみんなが動いてくれて実際になりやすい環境とかねそれから進学するのはこっちに行った方がいいよ東大の法学部だよみたいな道も見やすいってことになるんじゃないかなと思います常にそういった形で、えー、無駄な時間を使わずに済むので。 たっっっぷりととと時間が使えるるかかななてていうこころにも通じるのかなってことですよ、ね、ですんでねネット活動したいんだったらネット活動してそれで稼ぎたいんだよと周りの人に言ってそのための,その意識を周りの人にも持ってもらわないととてもじゃないけど助けてもらえないんでこっそりネットで収入を上げようと思えば思うほどね 例えば飲み会に誘われた時でも今日は帰ってインターネットのことしたいんだけどなーって言いにくいわけなんですよ。行ったところでそれ明日でいいじゃん別に今日じゃないといけないってことはないだろうっていうふうにいや飲み会の方こそ今日じゃなくてもいいだろうみたいなことが、ね、言えなくなってくるんじゃないかなと思うんですよ。つまり無駄な時間に付き合わされるってことが増えてきますんでネットで稼ぎたいと思ったらそれまでは無駄じゃないと思ってた飲みの時間も一気に無駄になりますからね。